激しさの部分、そのなんとしてもそのサッカーで、ね、活躍してっていう部分がね、海外の選手は強いんですよね。あ、ここよく出てきました。チャンスになる。トス、キーパーがいない。シュート。いやーゴール入った。追いついたタコス。選手が一人倒れていますが、松田選手と接触した時ですね。あ、石川のゴールです。これがプロ初ゴールということになりました。ゴールキーパーがいないところ、冷静に押し込みました。石川、キーパーがいない中冷静に決めましたね。そうです。